なんかね、パブジーのね、スマヒョの案件もらったんですよ、僕。まあ、ゲームはやんないんですけど。ちょうどパネルとね、チャットで流れてるんだけど。そう、今それをなんて書いてあるかね、見てた。で、これを、あ、そうそうそう、ツイートしてたやつ、ツイートしてたやつ。まあ、ゲームはやんないんですけど。また新しいやつを出すで、今、事前登録してるっていうのを、書きつつ、言いつつ、案件であることを伝えてください。かっこ米印。よし。そう、なんかグラフィックいいらしいよ。知らんけど。いや、全部読んでないですけどね、別に。僕は読んでないですけど。2021年 2月5日から正式リリースまで。8ヶ月前からやってたってこと？アルファテストやってたんだ。あ、だからか。アルファテストのね、URL もらったわ。なんか。参加者のクリップ集とかもらったわ。グラフィック良かった。あ、へえ、そうなんだ。トレーラー。俺ほら、音楽著作権引っかかんねえだろうな。それだけが不安。確かにヤマトンさん詳しいかもな。なんかちょっとパブジーっぽくないよね、いい意味で。画質マジ。スマホゲーで本当にできんのかな。これスマホ。ここはね、多分ゲーム画面だと思うんだけど、多分な、あ、この車走ってるところとかはもしかしたら、てか多少っていうか、あのムービー用に作ってるやつだと思うけど、パブ G の今までの傾向的にここの走ってる画面はプレイ動画な気がする。違うんかな。あ、こことかこことか。この辺は多分異なってる。この辺はね。多分これとは、これはプレイ画像だと思う。今最後の一瞬。これ。ちょっと待って。なんか縦展開してたぞ。ちょっと、おすすめ動画が邪魔で、タイトルが。音が一緒だ。プライベートテスト、参加者ハイライト。あ、でも結構パブジーだな。トランクの中に詰め込むことができるんです。これタイヤ光るんすよって言ってる。おい、撃ったらガルウィングの扉もげてるぞ。何これ、めっちゃダメージ食らってる。あ、すげえ、これ多分プレイが、え、何これ、あれみたい。あ、PC 版の、俺でもモバイル、パブ G のモバイルやったことないからな。どこまで似てんのかどうかわかんねえけど。なんかあの、あれみたい。PC 版の戦、あ、ドローンある。ドローンをどこに落とすか。何これ。俺ちなみに事前に動画見てません。なんか結構いろんな要素混ざってんな。
モバイル集だけ俺やったことないね。まあ、チラッと触ったことはあるぐらいかな。あの、仕事でちょっと触ってたぐらい。できないよ、俺。コントローラーの FPS も俺やんないし、モバイルの FPS も基本的に、あの、めちゃくちゃ FPS だったら俺、ほぼ案件断ってるし、ね。プレイ系は。なんだこれ。俺ね、この辺の移動キーとかね、親指でこうやって上にやってたらさ、あ、うんまっ。親指が気づいたらこの辺ぐらいまで上がってんだよね、俺。わかる？あの、上にずーっとこう俺滑ってくんだよ。前に移動していこうとすると。やり慣れてなさすぎて。多分上手い人はもう普通にここに止めても、多分この範囲しか動かさないと思うんだけど、前に走ろうとすると、俺がモバイルで。気づいたらね、親指がマジでめっちゃ上の方に行ってる。無限に上に進み続けるんだよね。やばい、俺がゾーンを聞いていることがバレてしまう。まずい。ということで今事前登録してます。よろしくお願いします。まあ事前登録だけでもやっといてや。俺のためだと思って。よろしく。アドなんでね、アド。ヤマトン先生とかやんのかな？ヤマトン先生モバイルだってうまいんでしょ？やるって言ってた気がする。あ、さあ、もう触れてたんだ。よいしょ。よいしょ。